お疲れ様です。完璧なニコとの生活が始まりましたね。いつも通りのニコとの生活、それでペットボトルコーヒーですね。これやっぱりあんまり美味しくないんですけどね。これ慣れですよ、慣れ。飲めば飲むほどなんか癖になるんですよね。まあそれはいいですけど、まあ、コメントでですね、以前からちょっと気になっててはいたんですよ。気になってるコメントあったんですよね。あのですね、そういえばダイエットは資格勉強はって、でバイトは自炊は、美人さんとのデートはって書かれてる方がいらっしゃったんですよね。それを箇条書きにしたメモでも見ながら簡単にでも各話題に触れていただくことは叶わないのでしょうかって書かれたんですよ。知りたいのかなと思ったんですよね。確かに私言いっぱなしですからね。ほとんどが言いっぱなしで、今こうこうこうなってますっていうことを言うのは、まあ一応言ってることは言ってるんですけど、結論は言ってないですよね。現時点での進捗みたいな感じでも。だからちょっと触れておこうかなと思います。今日はそういう動画にしようかなと思ってるんですよ。で、まあ一つ一つ言ったらですね、まずダイエットですね。ダイエットはって書いてるんで、ダイエットに関してはですね、これ失敗してますね。もう3月から始めてます。3月8日からスタートしてますから2ヶ月なんですけど、体重はですね、増えてないんですよ。あ、増えてないっていうか、減っても増えてもないんですよね。104キロ前後行き来してるっていう感じで、で、東京行く前は102キロ台が出たんですけど、東京行って戻って、昨日測った時にですね、確か104だったんですよ。だから3月4日から全く変わってないっていう状況で、ただですね、一つ言えるのはですね、今月に入って一度もチョコザップ行ってないんですよね、まだ。だから運動してないっていうのがあるので、あと東京で暴飲暴食当然ながらしてましたからね。だから、まあ、それはまあゆっくりやっていこうと思います。これも、今まではですね、これも動画で言いましたけど、3ヶ月で10キロとか10キロ以上かな、落としたりしてるんですよ。ただもうリバウンドが激しいっていうのがはっきり分かったので、もう1年でも2年でも、これ、逃げ工場じゃないですよ。かけてゆっくり落としていこうっていうのが自分の考えなんですよね。もう無理せずに。年取ってるからなかなか落ちませんしね、大体。で、次ですね、資格勉強。資格勉強っていうのは、おつよんのことをと言われてると思うんですよ。あと、宅建ですよね。で、おつよんに関して、まあ、どっちも何もやってないですね。結論言ったら何もやってないです。ただ、おつよんはですね、試験日を調べてて、福岡市で、確かいい日にちがなかったからやってなかったはずなんですよ。6月ぐらいにあったのかな。例えば6月ぐらいが試験日としたら、1ヶ月前からスタートして十分ですから、だから何もやってないということですね。で、宅建に関してはですね、これはですね、10月試験かなんかで、まあそろそろやらないとまずいんですけど、合格するとかそういう目的じゃなくて、これも言ってますけど、不動産屋の友達が一緒に勉強付き合ってくださいっていうふうに言われたんで、私暇ですからね。だから一緒に勉強して、これぐらいやったとか、で、問題を言い合って、それで、その不動産屋、元不動産屋ですね、今は違うんですけど、その友達の宅建の合格に付き合おうっていう感じで取り組んでますからね。だからこれも焦ってないんですよ。まあ、いずれにしてもダイエットも資格勉強も何も進んでないですね。遊んでますから、ええ。堂々と遊んでますから。なんか目にあれだな、なんかついてる、まあいいか。あと、バイト。バイトはっていうので、これ、どなたかが、同時しないよって言われたんですけれども、これやりますよ。当然ながら。3月に、4月末ぐらいにやろうと思ってるとは言ってるんですけれども、まあ、4月末ぐらいにやろうとは思ってましたよ。やろうとは。ただ、こうやって、東京に帰ってきたら、来週ぐらいに、松江、島根県の松江に行かないとダメですよね、遊びで。釣りの師匠に会わないとダメだし、で、予定がまた入ったんですよ。4月の27だったかな。そのあたりから5月の、その頭、ゴールデンウィークまで結構忙しいんですよね。その遊びで。ちょっと、佐賀の方に行かないとダメだし、で、5月3日に、
1日だったか3日だったかな、1日か釣りに行かないとダメなんですよ。だからそれもあってですね、中途半端にバイト申し込めないんですよね。バイト申し込んで、例えば週2回とか3回で申し込んでて、1週間だけ週2、3でやって、その翌週以降はじゃあちょっと2週間休みますからねって、それ多分言いにくいと思いますよ、いきなり。だからそれがあって、まあ5月の中旬ぐらいにしようかなと思ってるんですけど、まあいろいろちょっと話を聞いてみて、それでも大丈夫だったら4月の下旬ぐらい、松江帰った頃ですかね、松江からちょっとやろうかなと思ってますよ。まあこれも動画でちゃんと言いますんで。で、あと自炊はっていうのは、まあ自炊は気が向いたらですね、今自炊やってると、うどんはもうほぼ 100% 自炊ですね。まあほぼ 100% でもないか、食べにも行ってるか。うどんはまあ自炊が多いです。で、昨日もね、ロピアでアンガス牛買ってるんですけれども、あれも焼いて、それでご飯炊いて食べるっていう感じですね。で、私の中では自炊ですね。で、ちょこちょこちょことはやってますね。あと美人さんとのデートはこれですね。これはアウトっていう感じですね。ダメでしたね、やっぱね。焼肉誘ったんですけど、1回はですね、日にち延長、あ、延長じゃない、延期ですよ。試合じゃないんだから延期ですよ。まあ試合も延期あるか、延期したんですけれども、で2回目 LINE 来たんですよね。 LINE 来たんですけれども、何月何日以降にまたこちらから連絡しますっていう LINE 内容だったんですよ。で、こちらから連絡しますっていう LINE が来てるのに、こっちから誘ってもちょっとしつこいですし、向こうも嫌だろうし、で、あえてこちらから連絡しますって言ったのは、実際一緒に行きたくないからだと思うんですよ。行きたかったら仕事関係ないですから、平日でも行けるし、変な話、今日でも明日でも行けますから、だからそこら辺を組んでですね、もうちょっと言わないようにしてるんですよね。まあ、積極的にはなってないですね。まあ、なる必要もないですね。まあ、言い方悪いけど、ちょっとそこまでやったら、やっぱ人として、男として情けなさすぎますからね。だから、まあ、プライドがあるわけじゃないですよ。プライドをなんか関係なくどんどん行くんですけど、ちょっと相手のこと考えても、あと自分の年齢考えても、そんなガツガツ言うような年じゃないですからね。だからまあまあそのうちっていうの考えてます。まあそのうちっていうのはないんですけどね。それで、あと他にもいっぱいありますが、ネタ出ししても回収されない話が多すぎですねって。まあすいませんね、ほんとね。で、まあこれが、この方が書かれてたコメントの内容の、内容関係お答えしたんですけれども、それ以外もですね、ちょこちょこありますね。まあ投資で言ったらですね、何月だったかな、3月に1回全部売ったんですよね、その株は。で、また買い戻してるんですけども、あれ正解でしたね。ここのとこガンガン落ちるじゃないですか。だから損失が結構、抑えられました。結構抑えられたんですけれどもですよ。売った後に、その調子に乗って、まあ、高配当銘柄シフトしようとか思ってましたから、それとかね、いろんな好きな株に。だから、売った後も3月に買ってるんですよ。任天堂。これがですね、痛かったですね。任天堂がですね、今日の段階で、80万ぐらい損してますね。830万で買って750万ぐらいですからね、今。80万ぐらい損してますよ。ただ一方で、以前買ったソシオネクストっていうのが実はボーンと上がってて、100万超えてたんですけど、今日なんか200円以上落ちてて、ちょうど利益が80円ぐらいなの、80万ぐらいなんですよね。この任天堂とソシオネクスト、これで相殺できるんですよ。ただ、一つ痛いのが、エーピアも持ってるんですよ、売らずに。一回売ろうと思ったんですけど、売らなかったらどん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 落ちちゃって、エーピアグループで60万ぐらい損してるんですよね。だからトータルで今日本株は60万の損失を出してるっていう状況ですね。まあこれも長い目で見て、それで配当を考えてますからね。今まで配当なんか考えずに取引してたんですけれども、やっぱ配当考えてますからね。今例えば年間100万の配当は10年続いたら1000万ですからね。だからそういう発想にしたんですよ。例えば50万だとしても10年続いたら500万ですよね。だからそれがいいなと思って、それで高配当銘柄にシフトして、長い目で見てるんですよね。私今54ですから、64とか、そこら辺を見て、
その株の投資をまた始めてるっていう感じです。配当メインで。だからまあ、いいんですけど、気にしてないんですけど、で、仮想通貨も結構しましたね。ビットコインが一時期最高値、高値行って、最高値到達して1100万ぐらいですか。で、今、1000万切ってますもんね。だからこれも結構落ちたんですけど、まあ、ビットコインに関してはですね、まあこれかなりプラスなんですよ、実は。ビットコインとか、他の銘柄に関して、仮想通貨全体は。ただ、リップルが、ここのところ、究極に落ちて、70円台になっちゃったんですよね。リップルは100円いってもらわないと本当に困るんで、ただまあ、そのリップルのマイナス除いても、仮想通貨はですね、かなりプラスですね。だから、トータルの投資としてはプラスなんですよ。で、金もやってますからね、金なんか倍になってますから、それを考えたら、まあ良かったかなと思いますね。ちょこちょこコメントで、私が投資した株の逆張りをすればいいとか、いろんなこと書かれてる方いるんですけど、まあこれ自分で言うのおかしいんですけど、投資自体は失敗してないんですよね。で、短期的にはですね、バーンと下がってるものあるんですけど、やっぱり年間で見た場合はプラスになってるんですよ、ちゃんと。だから、このままやればいいかなっていう感じですね。ただ、その、仮想通貨暗号資産ですね。これはかなり危機感持ってるんで、危険だなと思ってるんで、これも着実に売っていきます。で、今年着実に売って、来年めちゃめちゃ大きく、その、所得税かかりますよね。で、住民税がまたボーンと上がるんですよ。で、そこら辺がちょっと辛いんですけど、まあ、こればっかりは仕方ないですね。利益の半分、持ってかれるんですよ、税金に。だからまあ、ちょっと辛いけど仕方ないですね。まあそんな感じですかね。あと東京行ってて、じゃあお前いくらぐらい使ったんだよっていうことを最後お話していきますけど、東京はですね、飛行機マイルで行ってるんですよね。なんかお金かかってないんですよ。ただこのマイルもですね、あと多分10往復できないんですよね。で、歯がですね、年間に2回行かないとダメだから、あと5年以内にマイルがなくなって自腹っていう、まあマイルも自腹ですけど、自分のお金で行くっていう形になるんですよ。で、東京行ったら宿代はタダですけれども、やっぱり食費とか飲み会とか、いろいろ行ったりしますからね。結局は今回も治療で4万近くと、あと、まあ、飲み会とか入れたら、4、5、6、8万いかないぐらいですね。8万いかないぐらい使ってるっていう感じです。交通費とか除いて。いや、そこは結構やっぱ東京かかりますよね。それは思いました。まあ、本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。これから買うものもあるんですよね。実は今日2個の、愛犬2個の、その、キャリーバッグ、2個を入れて動くバッグは買ったんですよ、昨日。ネットで。で、これからはですね、ちょっと、ナイキの靴、今日買おうかなと思ってるんですよね。なんかサイズがあったら買おうかなっていう感じです。じゃあすいません。失礼します。お金。節約はもうあんまりしませんから。ええ。本当に。じゃあすいません。失礼します。